サウスフェリー駅は、マンハッタンクローワーマンハッタンのバッテリーパークに、隣接して存在していた、IRT2 番外線、3番外線、6番外線、9番外線の、廃駅である。駅は、バッテリーマリタイムビルディングとホワイトホールターミナルの、両、フェリーターミナルのすぐそばに位置し、島式ホーム2面と2.3番外線共用線路2線、6.9番外線、 共用線路2線を有した2面4線の構造であった。2.3番外線の隣駅はハノーバースクエア駅。6.9番外線の隣駅はバッテリープレイス駅である。駅は1877年4月5日に9番外線のターナミル駅として島式ホーム1面2線で開業した。その後1878年8月26日に3番外線が開業し、 駅構内は、両線共用として、駅北側で9番外線に合流していた。しかし、列車の本数が増えた結果に路線の列車を現状の設備で裁くことが困難となったため、1879年3月に2面4線の廃止時の構造の駅に作り変えた。なお、この時開業時の1面2線の駅の隣にも一つ1面2線の駅を置くのではなく、 開業時の駅を解体し新しい駅を建設している。後に2番外線が3番外線に、6番外線が9番外線に乗り入れる形で当駅まで列車を直通させている。1919年には駅で火災が発生し、ホワイトホールターミナルにも損傷を与えている。地下鉄の路線が充実してくると、高架鉄道の乗客数は減少の一途をたどった。6番外線は、 地下鉄 IND6 番外線の建設のため1938年12月4日に廃止。9番外線も地下鉄 IND8 番外線の開通によって乗客が減少し1940年6月11日に廃止。2番外線は地下鉄 IND2 番外線の建設のため1942年6月13日に廃止。3番外線も当駅、チャタムスクエア駅間が1950年12月22日に廃止され、それと同時に当駅も廃止となった。現在は IRT ブロードウェイ -7 番外線、BMT ブロードウェイ線、サウスフェリー、ホワイトホールストリート駅がこの地区へのアクセスを、 になっている。ウィキメディアコモンズには、サウスフェリー駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。